というわけで今日はですね、金港というねエリアに来ました。映画のねトンビのロケ地になった場所なんですけども、まあそれで結構知名度が上がってきつつある場所でございます。こちらですね。こんな感じですね。入り口から色々丁寧に、書かれてますね。目の前での撮影だったので皆さんにお店を開放して使ってもらいました。今日は歩いていこうかなと思います。1ヶ月間の撮影は街を封鎖してエキストラ総勢500人の出演。アーケードが残ってます。
で、この目の前にあるのが、金剛教の本部があります。以前行ったこともあるんですけども、このエリア、ここから省略しようかなと思います。主にこのロケのエリア回ってみようかなと思います。トンビで公開予定。駐車場ありますね。で、この展示しているのが木金土日祝、10時から19時前です。前来た時はね、この上の看板とかねなかったりしてたんですけども、お店、本来のお店の看板あったり、そうじゃなかったりとか、いろいろあるんですけども、この目の前に見えるこの三幸通り商店街っていうのも、前来た時はなかった感じなんですよね。おそらくそのロケに合わせて看板つけたのかなっていう。というわけで今日は、ね、こんな感じでお送りいたしました。今回でね2回目の訪問になりましたけども、最初来た時よりかはなんか看板が増えたり、あのロケ地っぽい感じになってますね。ぜひ興味ある方来てみてください。今日は平日だったのでそんなに人はいなかったんですけども、週末になるといろんな、イベントというか、活気がある街並みになるのかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。皆さん、今日ご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。